はい、皆さんこんにちは。アロマサロンエンパワーの宮里です。今月はサイプレスについて、ドテラパスポートのね、1月の、15日までに、リワードプログラムで125ポイント以上購入された方がもらえるので、ぜひ15ミリのサイプレスをもらえるので、ぜひゲットしていただけサたイプら。レス15ミリなんだね。15ミリです。大きいね。大きいですね。サイプレスは2800円卸価格でするので、わお。それがもらえるって結構お得だなって思っています。はい。で、サイプレスは爽やかな香りがする。そして活力とかエネルギーを与えて塗布することで、ディフューズすることももちろんできるんですけど、塗布することで感覚を高めてくれる。だから塗布することで活力とかエネルギーを、ね、アップさせるっていうことがありますね。で、ドテラのホームページにも書いてあって、私すごくいいなって思ったんですけど、この心を落ち着けながら同時に盛り上げる働きがある。なんかエッセンシャルオイルって結構両方の働きがあるんですよね。オレンジとかでも心落ち着けるっていう作用もあるし、同時に活性化するっていう、気分をアップさせるっていう、2つの必要なところに必要な働きがをしてくれるのが本物のエッセンシャルオイルなので、すごくいいなと思ってます。で、そのサイプレスも同じような働きがありますね。で、人生の転機や喪失感を感じている時にディフューズすると良いでしょうっていうふうにドテラの、ホームページに書いてありました。で、私の大好きなこの、心と体を癒す精油っていうところって、こちらに書いてあるのもすごくいいなっていう言葉があったので紹介させていたおだ願いきしたいまと思いす。ます。動きと流れの精油っていうタイトルがついています。ちょっと本から読みたいと思いますね。サイプレスは強いパワーを持ち、停滞しているエネルギーを動かし、感情を浄化します。いいですね。いいですね。心と精神に働きかけ、柔軟性を手に入れる手助けをします。さらに、人生の流れに乗り、動き続けることで過去を解き放つ方法を教えてくれるのです。人生の流れに乗り、なんかこのドテラの、ドテラパスポート、そしてそのポムで1月で、この人生の、ドテラが新しいプログラムとしてドテラパスポートをスタートさせるので、ドテラの流れにも乗っていけるように、もうまさにサイプレススタートをに1月にふさわしい本当内容にです。そう思いました。で、この精油は精神的または感情的に行き詰まり、硬直、緊張、融通が効かない、動けない、完璧主義にとらわれているなどの傾向を持つ人に役立ちます。私ですね、これ。多いと思いますね。私もそういうのあるので。で、恐怖や何とかしようと焦る気持ちが根底にあると、物事を自然の流れのままにしておけず、無理に人生を操作しようとするかもしれません。サイプレスは心配は脇に置いて、無理に頑張るのをやめようと励ましてくれます。そうすれば生きている、躍動感を楽しめるようになるでしょう。で、非難っていうのは成長と発達を止めます。人を攻撃するようなことだはね。い、批判したりとかっていうのですね。また、なんで自分の人生にこういうことが起こってるんだっていう、負のエネルギーというか、それは前に進むことを、ね、止めてしまうんですよね。で、人生の流れを強制するのではなく、つまり、なんでこうなってるんだ、なんかうまくいかないとかっていうのも、無理に変えようとするじゃなくて、自由に流れに任せましょう。で、サイプレスはどこにたどり着くかわからない人生の流れの中で、自然の力を信頼する方法を私たちに示し、前へ進む支えになってくれるんですっていうので、なんかすごくいい素な。晴らしい内容だったね。ね。で、ネガティブな感情としては、支配的とか恐れ、完璧主義、柔軟性に欠ける行き詰まり、緊張を緩和してくれる。で、ポジティブな効能として、さっきと逆ですね、柔軟なとか信頼するとか、その人生の流れに沿う、順応できるとかっていう、ポジティブな、効果をもたらすことができる。だから、
根底に安心感を与えるのかなって思ったんですよね。だから安心すると信頼ができるし、うん、流れに任せることができるし、うん、だから安心を与えるオイルとして、うん、ぜひ使っていきたいな、うん、特に1月ってやっぱりその不安もあると思うんですよ。新しい年が始まるし、うん、新しいことが起こる、うん、そしてまあちょっとあの天気が悪いとか寒いので、うん、こう体が緊張してしまうんですよね、うん、なので肩とか、うん、こういう背中とか、うん、緊張したらこう凍ってしまうというか、うん、カチコチになってしまうところに、うん、使う塗布することも、うん、いいかなって思います。はい、はい、どうぞ。こう香りを楽しむ、うん、あるいはつける、うん、そしてまあドテラでもねおすすめしているんですけれども、うん、足の甲や、うん、まあ足につけてまあ胸につけたらこの元気とやる気を、得られるので、うん、ぜひディフューズしたり、うん、直接塗布したり、うん、まあココナッツオイルとね一緒にやるのもいいと思いますね。うん、はい、ぜひ活用していただきたいなと思ってます。男性にも結構これいい感じだなと思って、うん、その運動する人、うん、ね、ランニングの前にとかってあったので、そう、それってね、足ってもうね、スポーツする人にとってはもう使うものだから、うん、そこはとてもいいなと思って。そうですね。で、うん、あと本当に人生でも足をつける、うん、地に足をつけるっていうのも大事になってくるので、うん、活用するとすごくいいなって思いました。うん、全員におすすめだね。うん。うん、はい、いつもありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた。